エイリヒ・フリードリヒ・ビル・ヘルムル・デンドルフは、ドイツの軍人、政治家である。陸軍における、最終階級は、不評代償。第一次世界大戦中の軍部独裁体制の、事実上トップを務めた。また、総力戦の著者であり、総力戦理論の提唱者としても知られる。第一次世界大戦初期の単年ベルクの、戦いにおいて、第八軍司令官。 パウル・フォン・ヒンデンブルクを補佐して、ドイツ軍を勝利に導いた。対戦中期から後期には、参謀本部総長となった、ヒンデンブルクの下で、参謀本部次長を務め、ルーデンドルフ独裁とも呼ばれる巨大な実権を握った。戦後は、国家社会主義ドイツ労働者党の党首、アドルフ・ヒトラーと結び、1923年に、ミュンヘン一揆を起こした。 一気の失敗後に裁判にかけられるも、無罪となり、ヒトラーが投獄されている間、ナチ党の偽装組織国家社会主義自由運動を創設して、ナチ党残党勢力やドイツ民族自由党を指導していたが、ヒトラー釈放後にはカトリックに対する対応をめぐって、ヒトラーと対立を起こして決別した。晩年は、陰謀論の著述活動や、宗教団体、 バンドフュアドイチェゴターカンニスを創設しての宗教活動などを行った。プロイセン王国、ポーゼン州、シュベルゼンツ近郊のクレシェフニア村に、地主アウグストビルヘルムルーデンドルフとその妻クラーラ、旧姓フォンテンペルホフ夫妻の息子として生まれた。ルーデンドルフ家は、ポンメルンの商人の一族であり、ブルジョアだった。母方のフォンテンペルホフ家は有名なユンカーであり、 テンプル騎士団以来のプロイセン軍人家系であった。1882年のルーデンドルフ商位。1877年にプレーンの士官学校に入学し、ついで1879年7月よりベルリングロースリヒターフェルデのプロイセン高級士官学校に入学した。1882年まで在学した。 1882年4月よりベーゼルの第57不評連隊の少尉に任官した。1887年から1890年にかけて、ビルヘルムスハーフェンで海軍の陸上部隊と共に任務に当たっていた。1890年7月に中尉に昇進。1890年10月からプロイセン陸軍大学に入学した。 卒業後の1893年6月から、バーデンコノエ敵団兵連隊、フリードリヒビルヘルム3世に勤務した。1894年4月に、参謀本部に配属される。1895年3月に大尉に昇進すると、マグデブルクの第4位軍団に参謀として配属された。1898年4月にトルンの第61不評連隊。 本、デアマールビッツの中隊長。1900年7月には、グローガウの第7不評連隊の参謀。1902年7月に、ボーゼンの第5軍団の参謀に転属する。1902年7月に、少佐昇進。1904年4月に、ベルリン参謀本部第2部の部長に就任した。1906年10月には、戦争大学で教鞭を取った。 1908年4月に中佐に昇進し、同年、工場所有者の娘、マルガレーテ・シュミットと結婚した。軍事により、外交官に、ふさわしいと評された、ゲオルク・ホン・バルテンゼ中将が1911年に、参謀本部第一部部長に就任したのを機に、ルーデンドルフの影響力が拡大し始めた。彼は一貫して、真の形態での戦争を主張した。 平和とは二つの戦争に挟まれた、休戦期間に過ぎず、すべての手段は戦争指導に従属させるべきだとすると、彼の主張は、戦争は、政治の手段とした、カール・フォン・クラウゼ・ビッツの考えに反駁するものであった。ルーデンドルフにとっては、政治が、戦争指導の手段であった。ルーデンドルフは、全ドイツ連盟という政治団体を使って、 積極的に政治の世界に参加した。帝国議会議員の取り込みを図り、巨額な軍拡を認めさせ、1912年には二個軍団の増設と野砲の増強、陸軍11万7000人の増員、航空機の拡張などを実現した。しかし当時のドイツ帝国の財政は、県間競争や社会保障費のために極度に逼迫しており、 また陸将ヨジアス・フォン・ヘイリンゲン大将も、急速な軍閣によって、商校団の教育や構成に弊害が生じ、商校団が民主化することを恐れていた。そのためやがて、ルーデンドルフの行動は、出過ぎとみなされるようになり、1913年1月に、デュッセルドルフの第39ニーダーライン不評連隊の連隊長へ、左遷された。 1914年4月に少々に昇進するとともに5月からシュトラースブルクの第85不評旅団の旅団長に就任した。リエージュ要塞攻略第一次世界大戦が開戦した直後の1914年8月2日に西部戦線のドイツ第二軍で司令官カール・フォンビューロー上級大将の下で第二補給部長となった。 第14不評師団に連絡将校として、同行していた時に、同師団の師団長が戦死したのを受けて代わって、師団の指揮を取り、難攻不落と言われたリエージュ要塞を攻略した。ルーデンドルフは、参謀本部、第2部長時代からこの要塞をめぐって、激しい争いになることを予測して、その奇襲を研究していたのだった。リエージュ要塞の陥落によって、ドイツ軍は、 ベルギー国内に続々となだれ込むことが可能となった。ルーデンドルフは、カイザービルヘルム2世や参謀総長の、ショーモルトケこと、ヘルムートヨハンルートビヒフォンモルトケから高く評価された。タンネンベルクの戦い第8軍参謀長、ルーデンドルフと軍議をする第8軍司令官、ヒンデンブルクを描いた、エトーブ戦線で、プリトビッツ上級大将率いるドイツ第8軍が、 破れたのを機に、プリトビッツは更迭され、東部戦線は、ルーデンドルフ少将に任せることが決定した。しかしルーデンドルフは、勤続年数から、軍司令官就任資格がなく、参謀長にしか任命できなかった。そのため、第8軍司令官にはすでに退役していた、パウルフォン・ヒンデンブルク大将が就任し、ルーデンドルフは、その補佐役の参謀長に就任した。 この二人は第一次世界大戦を通じてコンビを組み続けたが二人の関係では常にルーデンドルフが頭脳でありヒンデンブルクはお飾りの存在であったルーデンドルフは8月23日夜にマリーエンブルクの第八軍司令部に着任し専人の第八軍作戦参謀マックス・ホフマン中佐と共に反撃作戦を指揮した損害や 補給不足の影響で、ロシア第一軍がしばらく動かないことを、電信の傍受で掴んでいた、ドイツ第8軍は、大部隊と見せかけた第一機兵士団だけを、ロシア第1軍の正面に残し、また、タンレンベルク付近で、第20軍団を、ロシア第2軍に当たらせている間に、他の、核軍団、士団を、ロシア第2軍の左翼と右翼に移動させた。 8月26日にドイツ第8軍はロシア第2軍に攻撃を開始し、フランソア大将率いる第1軍団は、左翼からマッケンゼン大将率いる第17軍団は、右翼からロシア第2軍の背後に回り込み、8月29日早朝には同軍を包囲することに成功した。ロシア第2位軍20万人のうちロシアへ帰国することができたのはわずか1万7千人だった。 西部戦線から引き抜かれた2個軍団が新たに第8軍に加えられ9月5日からロシア第1軍への攻撃を開始した4個軍団でロシア第1軍に正面から攻撃をかけるとともに第1軍団と第17軍団にロシア第1軍左翼にあたる故障地帯を突破させその背後に回り込ませようとしたロシア第1軍司令官連年官は 第二軍の二の舞になることを恐れて二子師団を後衛として擁護させながら東プロイセンから撤退した。ロシア軍の退却は9月10日から14日に及んだが、その間にもドイツ軍は砲撃を加え、ロシア第一軍は死傷者と捕虜で14万5千人の兵を失った。こうして東プロイセンをめぐってドイツ帝国とロシア帝国で争われた。 タンネンベルクの戦いは、ドイツ軍の大勝利に終わった。東部方面軍参謀長オーストリア軍支援のガリツヤ方面出兵のために、ドイツ第8軍は急遽第9軍を編成し、東部戦線のドイツ軍は、第8軍と第9軍の2軍となり、その両軍の上に、東部方面軍が置かれ、ヒンデンブルクが、東部方面軍司令官、ルーデンドルフが、 東部方面軍参謀長にそれぞれ就任した。実験は引き続き、ルーデンドルフが握った。1914年9月28日に、第9軍と第8軍の一部は、オーストリア軍支援のために、ポーランド南部で攻勢に出て、ワルシャワ占領を目指し、10月6日には、バイクセル川に到着した。しかしバイクセル川の戦いで、ロシア軍の頑強な抵抗に合い、 突破できなかった。ドイツ軍は10月17日に退却し、オーストリア軍もカルパティア山脈まで押し戻された。ロシア軍は、シュレージエンやハンガリーを伺うまでに勢力を回復した。11月3日の作戦会議で、東部方面軍は作戦を立て直し、ロシア軍に気づかれのように鉄道で、第9軍を素早く移動させ、11月11日に、ウッチを強襲した。 ウッチの戦いの末に12月6日に、ドイツ第9軍がウッチを占領した。これにより、ロシア軍のシュレージエン侵入の野望はついえた。1915年1月に、ビルヘルム2世の決裁で新たに4個軍団を得た、東部方面軍は、第10軍を創設した。オーストリア軍からの要請を受け、東プロイセンとカルパティアから、 ロシア軍の都市部を攻撃する計画が実行された。東プロイセン第2次マズーリコ構成でロシア軍に勝利を収めたがロシア軍は新手の第12軍を投入しまたカルパティアの戦いのオーストリア軍の敗北でドイツの情勢はむしろ悪化した。東部方面軍に号を煮やしたファルケンハイム参謀総長は新設の第11軍と共に東部戦線を訪れ 直接指揮を取った。第11軍の司令官にはマッケンゼンが認じられ、5月2日に第11軍はゴルリッツタルヌフ攻勢で攻撃を仕掛け、勝利を収めた。これを機にロシア軍は押し込められた。8月にはワルシャワが陥落。ロシア軍は大撤退を行い、1915年秋には東部戦線はひとまず安定した。ファルケンハインは、 この成功を盾に東部方面軍に対して態度を強め東部方面軍の師団を別の戦線へ移動させるようになった。これに対してヒンデンブルクは1915年10月6日に夏の作戦だけではロシア軍の攻撃力は完全に破られてはいないとしてこれ以上東部方面軍から師団を送ることを拒絶した。しかし、 ビルヘルム2世の決裁でファルケンハインの命令通り、手段を送るよう命じられた。ファルケンハインは1915年夏の勝利でロシアは当分立ち直れないと踏んでいたが、その見通しは甘かった。ロシア軍は迅速に再編成を済ませ、フランス軍の要請を受けて1916年3月19日にナーロチコの戦いで攻勢に出た。東部方面軍はんとか、 これを撃退したが、6月4日には、ロシア軍は、オーストリア軍に対して、ブルシーロフ攻勢をかけて、勝利を収めた。ロシア軍は7月に、ドイツ東部方面軍に対する攻勢に出たが、ドイツ東部方面軍はこれを食い止め、戦線を保った。ロシア軍は10月まで攻勢を続けたが、すでに不意打ちの効果は失われていた。ロシア軍は、 この一連の攻勢で100万の兵を失った。ロシアで沿線気分が高まり、1917年2月には、ロシア革命が発生し、ロシア帝政が崩壊した。参謀本部次長、ルーデンドルフ独裁1917年1月8日、プレス城の台本営参謀総長、ヒンデンブルク、皇帝ビルヘルム2世。 参謀次長ルーデンドルフ1918年のルーデンドルフ1918年5月スパの大本営。ヒンデンブルクとルーデンドルフファルケンハインが発動した西部戦線のベルダンの戦いは思わしくなく、また彼が東部から兵力を引き抜いた後に東部戦線でロシア軍の攻勢があったことで彼の面目は潰れた。 1916年8月28日に、ファルケンハイインは更迭され、ヒンデンブルクが公認の参謀総長に、ルーデンドルフは参謀本部次長に任じられた。ルーデンドルフは直ちに各軍集団、軍、師団の司令部において司令官よりも、ベルリン参謀本部の指揮下にある野戦参謀本部が指揮を取るように改め、自分の指揮権限を拡大した。 これ以降のドイツの戦争は、実質的にルーデンドルフによって指導されるようになった。また、ビルヘルム2世と、最初、ホルベークが揃って、国家指導の才能に乏しく、国の政治指導部が空白状態になっていたこともあり、彼は政治にも干渉して、ルーデンドルフ独裁と呼ばれる時代を築くこととなった。情報部を、独立部署として発足させ、 また外務省の参謀本部の出先機関を外務部とし、同部のもとに宣伝を目的とする写真、映像化を設置させた。この化のもとに、映画会社ウーファが設立された。また鉄道部のビルヘルム・グレーナーに、軍需生産の中枢として、戦争局を設置させた。ますます重要な存在と化し始めていた、航空隊より海軍に次ぐ、第三の軍と認め、 これを参謀本部の直接指揮下に置いた。参謀本部は、軍事はもちろん、新聞や映画や絵画などの統制、宣伝、外交政策、軍需生産など、あらゆる分野に手を伸ばすようになった。ドイツが戦争に勝つためには、国内のあらゆる分野をすべて統制下に置いて、その戦争潜在能力を最大限に引き出して活用する、総力戦しか道はなかった。 ヒンデンブルクとルーデンドルフの承認によって、グレーナーが総力戦体制をヒンデンブルク綱領としてまとめた。あらゆる消費財と食料の徹底的統制を命じ、また最後まで残されていた、予備労働力である女性の動員を命じた。しかし総力戦体制は、急速に社会の均一化をもたらし、戦時社会主義とも言うべき、社会状況を発生させた。前線でも、 数百万人の動員、残豪戦といった特殊な環境の中で兵士と将校の平等化が起こっていた。後のドイツ革命への下地は着実に築かれていった。1916年10月に参謀本部は40万人のベルギーの労働者を強制移住させ、またマックス・バウアー大佐の発案で動員されたユダヤ人の調査を開始した。バウアー大佐は シオンケンジ人の議定書ドイツ分けの出版社で、ユダヤのゴーガンフ不ンに抗する会のミュラー・フォンハウゼンをルーデンドルフに紹介している。最初、ホルベークは無制限潜水艦作戦に反対し、ルーデンドルフと対立を深めた。ルーデンドルフは1917年7月に彼を失脚させ、ゲオルク・ミハエリスが最初に就任した。 ミハエリスは、ルーデンドルフの忠実な代弁者として行動したが、1917年夏の、最初の水兵の反乱、軍需工場のストライキなどにうまく対応できずに、早々に辞職し、結局ゲオルク・フォンヘルトリング伯爵が最小となった。一方、戦争指導ではこれまでの東部戦線、大構成論を撤回して、西部戦線の立て直しに力を入れた。 連合軍の攻勢に先んじて、戦線を後退させ、強固な残豪陣地帯、ジークフリート線を構築して、防御を固めた。対戦末期1917年4月に、イギリス軍は、アラス海戦で攻勢を強め、5月から6月の、メッシーネの戦いで、ドイツ軍の突出部を攻略。さらに7月末から11月にかけて、パッシェンデールの戦い、 11月から12月にかけて戦車軍団を動員したカンブレーの戦いで攻勢をかけたがドイツ軍は頑強に抵抗してイギリス軍の進攻を防いだ一方フランス軍は1917年4月にーヌ海戦で攻勢をかけたがドイツ軍が勝利したフランスで沿線気分が高まり4月29日に68個手段で反乱が勃発した 首相ジョルジュ・クレマンソーが何とか抑え込み、ドイツとの戦争を継続した。海戦ではイギリスに対する海上封鎖を徹底化するために1917年2月に無制限潜水艦作戦を決定した。これは1917年4月のアメリカ合衆国の参戦を招いた。しかし当時のアメリカには本格的な陸軍はなく、 軍の組織から開始する状況だったので、アメリカの実際的な参戦は一年先だった。一方、ロシア革命により、帝政が崩壊したロシアに対しては、和平交渉を行った。ロシア臨時政府首相、アレクサンドル・ケレンスキーは連合国の求めに応じて、ドイツとの戦争を続行したが、 ケレンスキー政府は1917年10月のボルシェビキによるロシア革命により崩壊した。ウラジーミル・レーニンのボルシェビキ政府が立ち上げられた。ドイツはレーニン政府にウクライナやバルト三国の分離独立を求めた。レーニンは初はめ拒絶したが、ロシアの軍事力は革命の混乱で崩壊状態であり、1918年2月にドイツ軍が ロシア軍へ攻撃を開始したことで要求を飲むしかなくなった。1918年3月3日にブレストリートフスク条約が締結されドイツはロシアを下した。3月5日にはロシアの公園を失ったルーマニアも降伏。東部戦線は終結した。ロシア脱落を受けてドイツ軍はアメリカが本格参戦してくる前に西部戦線に 最後の攻勢をかけることにした。ドイツ軍は1918年3月から7月にかけて、東部の兵力をすべて西側に回して、最後の大攻勢、カイザーシュラ派と作戦を行った。しかし、ドイツ軍の奮闘も虚しく、戦局を好転させることはできなかった。さらに1918年8月8日に、アミアンの戦いで、ドイツ陸軍が、 決定的な敗北を喫した。ルーデンドルフはこの日を、ドイツ陸軍暗黒の日と称した。1918年7月、西部戦線の第二次丸ヌ海戦において、連合軍の反撃が成功して、ビレールコトゥレでもドイツ軍が敗れると、ルーデンドルフは錯乱した。8月14日、ルーデンドルフは、軍の起立士官を避難し、 またユダヤ人青年を早く戦線に送るべきだと演説した。ドイツの敗戦が明らかになってきた1918年9月、同盟国のオーストリア・ハンガリー帝国とブルガリアが休戦を申し出た。講和交渉選挙を絶望ししたルーデンドールフは、ヒンデンブルクと共に1918年9月28日に、 ドイツ政府に対して一刻も早くウッドロー・ウィルソン米大統領の提唱する14カ条の平和原則を受け入れて休戦協定を結ばなければならないそのためにも政府を改革して議会主義に基づく政府を作らねばならないとする通帳を送ったルーデンドルフは公然たる敗戦を回避するとともに敗戦責任を文官政府に押し付けたがっていた 9月29日ベルギースパの大本営は、講和交渉の開始を決定、ヘルトリング首相は、辞任、10月3日には、議会多数派のドイツ社会民主党の支持を受けた、自由主義者の、バーデン編共白マクシミリアン・フォンバーデン大公使を、最小とする社会民主党、中央党、ドイツ民主党の臨時政府が成立した。10月8日から27日にかけてマクシミリアンは、 ウィルソンと急戦交渉に向けた伝報のやり取りをしていたが、アメリカの要求は次第に厳しくなっていった。10月23日、ウィルソンは講和の条件として、ドイツ帝国における軍国主義と王朝的先制主義の除去を要求した。独立社会民主党らは皇帝ビルヘルム2世の退位を要求し、講和運動が広範囲に行われた。 10月24日のウィルソン大統領の第3回返信は、ドイツ軍の完全撤兵と抗戦能力の徹底的剥奪を求めており、休戦後に戦争再開というルーデンドルフの妄想を打ち砕くものだった。これを受けてルーデンドルフは徹底抗戦を主張して、休戦反対派に転じた。この時ルーデンドルフはライン側まで撤退し、 東ヨーロッパから戦争を再開し、1919年春には、もっと有利な条件で、改めて急戦を結ぶという青写真を描いていた。最初マクシミリアンは、辞職をちらつかせながら、皇帝ビルヘルム2世に、ルーデンドルフ会任を求め、10月26日ついに、ルーデンドルフは、参謀本部次長を辞することとなった。後任に、ビルヘルム・グレーナーが就任した。 一方、ヒンデンブルクは留任した。ルーデンドルフは、ヒンデンブルクと別れる時に、あなたも辞職されるべきだったと述べた。翌10月27日、ルーデンドルフはスウェーデンに亡命した。スウェーデンで、戦争回顧録を表した。ドイツ臨時政府を、ユダヤ人指導者に屈した政府と見た、マックス・バウアー大佐は、ルーデンドルフ、大企業家、フーゴ・シュティネスと共に、 ユダヤ人、アルベルト・バリンを担ぎ出したが、バリンは12月に自殺した。1919年2月に、ミュンヘンへ帰国し、帰国後は、もっぱら販売丸共和制の政治活動に、専念するようになり、右翼、保守の人望を得た。1919年11月に、ヒンデンブルクが、議会のサモン委員会において、敗戦責任を、 社会主義者による背後の位置付きに求めたのがきっかけとなりドイツ革命を起こした社会主義者に敗戦責任を押し付ける言論が保守派、右派を中心に盛んとなった。ルーデンドルフもイギリスのベルリン駐在イギリス部官ニール・マルカム少将との会談の席でいつもの誇張された弁説で対戦中最高司令部はいつも 文官政府からの邪魔で苦しんでいたこと、また革命がドイツ軍を裏切ったことを語った。それを聞いたマルカム将軍が、閣下、あなたは背後から刺されたとおっしゃるのですかと尋ねると、ルーデンドルフの目が光り、飛びつくようにこの言葉に反応して、背後から刺されたですってと繰り返し、そうです。まさにその通り、我々は後ろから刺されたのですと言い出した。また、 ルーデンドルフは、ユダヤ人の裏切りを述べ始めた人物でもある。ルーデンドルフは、ユダヤ人は、戦争受益者であり、ドイツ人の愛国主義者は、ドイツ民族が、ユダヤ民族によって売り渡されたと考えていると、論じた。こうした、ヒンデンブルクやルーデンドルフの言動に橋を発して、広められた、背後の位置付き説はドイツ国家人民党や国家、 社会主義ドイツ労働者党など右派政党に影響を与えた。1920年早々に義勇軍に担がれてベルリンへ移り、1920年3月のカップ一期に参加した。一期勢のエアハルト海兵旅団はドイツ社会民主党政権を追ってベルリンを占拠することに成功した。ルーデンドルフが首相になるところ、 彼は春秋にしたため、結局ボルフガングカップが首相に就任した。しかし結局ドイツ社民党の指導するゼネストによってカップ一期は失敗に終わる。一方バイエルンミュンヘンではカップ一期に触発されたグスタフ・フォン・カールがヨハネス・ホフマン社民党政権を打倒し右翼政権を樹立することに成功していた。そのため、 ルーデンドルフやエアハルト海兵旅団の隊員の多くは、一騎失敗後に、ミュンヘンに逃げ込んだ。以降彼らは、ミュンヘンの右翼政党国家社会主義ドイツ、労働者党と急速に接近する。1921年、ルーデンドルフとグスタフ・フォンカール1924年4月1日、ミュンヘン一騎裁判の判決の日。ルーデンドルフとヒトラー、 1923年9月2日に、ナチ党、突撃隊、国旗団、オーバーラント団などが結集して、右翼軍事組織連合、ドイツ闘争連盟を結成した。実質的な指揮権はヒトラーが掌握したが、ルーデンドルフが同団体の名誉総裁に就任した。1923年11月、ヒトラーは闘争連盟を指揮して、 バイエルン州総督グスタフ,フ・フォン・カール、バイエルン駐在の第7師団司令官、オット・フォン・ロス・ソー・少将、州警察長官のハンス・フォン・ザイサー大佐の3名に、ベルリン新軍を迫るため、ミュンヘン一騎を起こすことを起とした。一騎当日の1923年11月8日、ヒトラーが、カールが演説中の、ビュルガー・ブロイケラーを占拠したと聞いたルーデンドルフは、ここに駆けつけた。 ヒトラーの一気協力要請に、カール、ロッソーザイサーらは渋っていたが、ルーデンドルフの説得を受けるとまず軍人の、ロッソー少将が協力を申し出た。ついで警察のザイサー大佐もこれに従った。文官のカールだけはその後もしばらく渋っていたが、結局最後はカールも協力することを表明した。しかしヒトラーが後をルーデンドルフに任せて、 ビュルガーブロイケラーを一時離れた際、ルーデンドルフは、ロッソー少将の言葉を信じて、彼に、外へ出る許可を与えた。ついでカール総督と、財産大佐にも外へ出る許可を与えた。ヒトラーが戻ると、カールやロッソーたちがいないのにヒトラーはびっくりして、解放したルーデンドルフを非難したが、ルーデンドルフは、元語長を冷ややかな目で見ると、 ドイツ軍将校は誓いを破らないと言い返したという。しかしこの後、ロッソー少将は、一気の鎮圧命令を発している。これを聞いたルーデンドルフは、私は、ドイツ軍将校の誓いを二度と信用できないと述べて、意気消沈してしまったという。11月9日朝、ルーデンドルフは、ヒトラーと共に、ナチ党員を率いて、ミュンヘン市中心部へ向けて、行進を開始した。 ヒトラーを中心にして、左にルーデンドルフ、右に、マックス・エルビンフォン・ショイブナー・リヒタが、先頭に並び、3人は腕を組んだ。ヒトラーも、ルーデンドルフ自身も一次大戦の英雄である、ルーデンドルフに発砲は、しまいという過信があった。しかし、バイエルン警官隊は彼らに向けて発砲した。ナチ党員たちの一団は総崩れになり、撤退した。ルーデンドルフは、 逃げることなく、警官たちの方へ歩み、そのまま逮捕されている。1924年2月26日、逃亡先で逮捕されたヒトラーと共に裁判にかけられた。裁判中、その雄弁で、法廷を圧倒したヒトラーに比べ、ルーデンドルフは脇役になってしまった。その上ヒトラーへの憤慨も次第にあらわにするようになり、後半後には弁護士のハンス・フランクに、 ヒトラーは私を騙したのだ。あの男は私に嘘を吐いた。あの馬鹿げた、プッチの番、軍隊は一人残らずプッチを支持していると言った。あいつは、ただの演説屋で山市に過ぎないとぶちまけている。おそらく五調不税が自分より目立っているのが気に入らなかったものと思われる。ヒトラーが、一気の責任を一心に引き受けたのに対して、 ルーデンドルフはひたすら責任を回避する弁に終始した。しかし、ルーデンドルフの尊大な態度と遺言は凄まじく、しばしば自分が裁判長であるかのように判事や検事を怒鳴りつけた。イギリス人特派員ジー・オード・プライスはその情景を次のように記述している。越平上で号令でもかける調子で吠え立てた。音説の一つ一つをポキポキと切り離して、 そして彼の高圧的な声が響き渡ると、小柄な裁判長はブルブルと震え出し、揺れ動く白いヤギヒゲを手で押さえなければならなかった。4月1日に判決が下った。ヒトラーは5年の禁錮経営、ルーデンドルフは無罪であった。裁判では、精神状態が重度の疲弊状態にあるとして、無罪方面になった。しかしルーデンドルフは、 私はこの無罪判決を、私の軍服と勲章にふさわしくない不名誉と、心得ると言い出し、裁判長のナイトハルトを困惑させた。1926年、ルーデンドルフとビルヘルム二世の弟ハインリヒ。この後、ルーデンドルフ将軍は、北部ドイツのプロテスタント、右翼政党ドイツ民族自由党に品格として、招かれ、その旗印に担がれた。 ドイツ民族自由党とナチ党残党勢力が合同して国家社会主義自由運動が創設されるとその最高機関である全国執行部の3名の構成員の1人となった他の2人はドイツ民族自由党党首アルブレヒト・フォン・グレーフェとグレゴール・シュトラッサーであるシュトラッサーはヒトラーの代理として入っていたヒトラーが代理に指名していたアルフレート・ローゼンベルクが ルーデンドルフに嫌われていたので、シュトラッサーになったという経緯があった。またエルンストレームは突撃隊の偽装組織、フロントバンを創設したが、この組織は、ルーデンドルフ、ヒトラー、グラーフェの3人に忠誠を誓っている。国家社会主義自由運動は1924年5月の国会選挙で32議席を獲得し、ルーデンドルフも国会議員となった。 1924年12月20日にヒトラーがランツベルク刑務所から出国した。ヒトラーは、ナチ党禁止命令を解除してもらう必要から、カトリックのハインリヒ・ヘルトバイエルン州首相の起源を、ねまいと、反カトリック的なルーデンドルフ将軍と、ドイツ民族自由党との連立を解消した。 ルーデンドルフとドイツ民族自由党は1925年2月12日に国家社会主義自由運動から離脱した。以降はドイツ民族自由党の指導に当たるとともにフロント版の中のルーデンドルフ派をタンネンベルク団として1925年9月に組織しその指導に当たった。このタンネンベルク団でルーデンドルフは 彼の二番目の妻であるジョイ・マチル・デフォン・ケムニッツ博士の影響を受けてユダヤ人とカトリックとフリーメイソンの三重の世界支配の陰謀を批判する陰謀論的な言論活動を行うようになった。ルーデンドルフは1925年ドイツ大統領選挙に出馬したが得票数最低で落選しこの惨敗で事実上政治生命を断たれた。支持者も ルーデンドルフを見限って、ナチ党へ移っていった。ルーデンドルフは、大統領となった、パウル・フォン・ヒンデンブルクをドイツへの裏切り者とし、さらにヒトラーも裏切り者として批判した。ヒトラーとルーデンドルフの関係は悪化の一途をたどり、ヒトラーは1927年に、レーゲンスブルクの集会で、ルーデンドルフこそが、フリーメイソンであると言明した。 ナチ党の政権掌握までルーデンドルフとヒトラーが交わることはなかった。ナチ党は彼の風変わりな陰謀論と距離を置くようになった。1933年1月30日にヒンデンブルクがヒトラーを首相に任命した時にはあなたは偉大な祖国を最悪な先導者に渡してしまった。この男は 我がドイツに不幸な災いをもたらすだろうと激しく、求断する手紙を送ったと言われるが、一部の歴史家は、この手紙は偽造であろうという見解を示している。また陸軍総司令官、ベルナーフォン・フリッチュに対しては、ヒトラーには、誠意というものが全くない。今に奴は、君のことも裏切るだろう。と述べたことがあった。ヒンデンブルクの死後には、ブロンベルク、フリッチュ、 ベックラ軍部がしきりにルーデンドルフを担ごうとしていたが、この頃ルーデンドルフはドイツにキリスト教に代わる新しい軽信思想を作り出すことに熱中しており、ほとんど取り合わなかった。ルーデンドルフの妻マティルデ・フォン・ケムニッツは神秘主義者であり、その影響でルーデンドルフは共産主義で飾り立てたユダヤ人とフリーメイソンの秘境主義に根ざすローマカトリックの 超イコール民族的な秘密権力について述べるようになり、フリーメーソンによってキリスト教徒が人工的なユダヤ人に作り変えられ、ユダの勝利のために尽くしているとして、週刊誌、民族監視書も創刊した。ルーデンドルフ出版社を創設し、1929年からはイエズス会の権力陰謀論などを展開した。1936年には著書、 ユダヤ人の告白、キリスト教を通じた民族破壊を発表した。妻マティルデとの共著大いなる驚愕、聖書は神の言葉ではなかったでは、ナチスの立法はユダヤ人とローマの宣伝にてこ入れするものと批判した。ルーデンドルフは古代スカンジナビア半島の異教の神々を信仰の対象とした宗教団体バンドフュアドイチェゴターカンニスを創設し、 ナチ党政権によって公認されているルーデンドルフの墓1935年には総力戦を表した。この著作でルーデンドルフは戦争と政治の関係が変化した結果として政治そのものが変化したとして総力政治の概念を導入して総力戦の必然性を論じた。この著作の刊行後にその理念の一部は 第二次エチオピア戦争やスペイン内戦で現実のものとなったが、ヒトラーは第二次世界大戦の開戦においてこの理論を排除している。つまり、軍人が国家を指導するのではなく、政治家ヒトラーによって軍人を統制することが徹底されていた。政治的な記述は相変わらず、尻滅裂な陰謀論が見られるものの、戦争に関する記述は依然として、 ディロ生前と考えることができることを示していた。1935年に、軍部からの求めに応じたヒトラーがルーデンドルフに、対して70歳記念に元帥に列すると申し出たが、ルーデンドルフは、一兵卒の男に元帥に任命される、いわれはない。将校は戦場において、元帥と呼ばれる。平時の誕生日のお茶会においてではないと激怒して、拒絶している。 1937年12月20日にミュンヘンの病院で肝臓癌のために没した。ナチ党政権は彼を偉大な愛国者として国葬に付した。国葬にはヒトラーも出席した。日本では長田鉄山や石原幹事がルーデンドルフを深く研究するなどドイツに留学、駐在を経験した武官を中心に昭和期の日本陸軍の思考に 大きな影響を与えた単行本論文ありがとうございます。